瀬戸康史のゲーム実況、そろそろ休憩しませんか。あー、なるほど、休憩しろってね。でも俺ちょっと今日はいっぱい収録しなければいけないから、まだ休憩はしません。そんな事情はね、わかんないだろうけど。じゃあ次こいつ、なにこれ、デート、デートですか、デートですか。お父さんと子供かな。話しかけてみよう。ねえパパ、どこか遊びに連れてったよ。そうだな、けどさっき地震もあったしな、出かけて大丈夫かな。地震があったの。ねえパパ、どこか遊びに連れてったよ。そう、もういいよ、もういいよ。何回よ。まあ、なりきり実況ということでやってますからね。で、ここがセーブポイントで、なんだこいつ。あ、瓶がある。お、露天商。そいつは瓶だ。いろんなものが入れられて便利だぜ。これほんと便利だね。100ルピーでいい。買うか。買います。うわ、やったぜ。やった、瓶が。あ、ここに瓶が出てきた。ありがとうよ。またやってくんな。よーし。でこいつはすれ違いじいさん。すれ違いとは人生なり。なんじゃお主もすれ違いに興味があるのか。わしはここですれ違い通信の手ほどきをしておるんじゃ。すれ違い通信について説明を聞くか。聞きます。それではちと長いがすれ違い通信について説明するぞ。すれ違い通信ではすれ違った相手とバトルできるんじゃ。お、バトル。すれ違った相手はシャドーリンクとなり、この世界のどこかに現れるぞ。マジで。シャドーリンクとのバトル中に使える道具はその時ボタンにセットしてあるものだけじゃぞ。おー、なるほどね。バトルの開始前と終了後にはハートが自動的に満タンまで回復する。ああ、なるほど。バトル中に使ってなくなった道具はバトル終了後には自動的に復活するのじゃ。いいね。借りた道具がなくなることもないぞ。じゃあ安全だってことね。つまり買っても開けても損することはないから、どんどんバトルするのがいいぞ。じゃあどんどんすれ違いたいね、いろんな人と。すれ違いの設定を選ぶと相手に配信するお主の分身の設定や更新ができるからの。あと忘れてはならぬことがもう一つある。入力したお主の名前はすれ違った相手に公開されるんじゃ。お、俺やばい。俺瀬戸康史だから名前。もろ出ちゃってるから。すれ違った相手に名前を語らず勝負を挑むのは失礼じゃからの。心得たらすれ違いの設定をするのじゃ。他に何かあるか。じゃあすれ違い設定してみるか。すれ違いたいからな。え、懸賞金とか買ってんの俺。このソフトのすれ違い通信を登録するが良いか。はい。セーブします。任天堂 3DS 本体右側の無線スイッチをスライドして無線通信をオンにして、これですれ違いの設定は完了じゃ。誰かとすれ違った時はここの広場に看板が立つから見に来るといい。あ、ここに来なきゃいけないね。今日は記念日じゃの。なぜならお主がすれ違いデビューをしたからじゃ。おお、じいさんの人生に俺のすれ違いデビューという歴史は刻まれたわけだ。お主のすれ違いデビューを記念してわしからプレゼントがあるぞ。長い話聞いたからな、なんかくれ。プレゼントというのはなんとリンゴの木じゃ。なんだ。お主の家の庭に植えておくれの。後で見に行くといかろう。リンゴの木、わかった。まあもういいよね。後でじゃあすれ違った後にここに来てみればいいんだ。まあ後日の話ですね。これ看板が立つらしいですね。はい、次行こう。道具屋。瓶もらったから、あと盾が欲しいのよ俺。盾。お、あったぜ。これ買ってなかったんだ。おばちゃん、道具おばさん。あら、お客さん、ちょっと聞いておくれよ。隣のお店主が売ってるハート、あれ道に落ちてるハートを虫取り網で取ってるだけなんだよ。あー、なんかもう営業妨害みたいになっちゃってるのかな。あんなただ同然のものを堂々と売るなんていいかいお客さん。あんなの買っちゃダメだよ。うちの隣で商売するなんて、まったくどんな神経してんだか。露天商ね、こういうなんか村の人同士のね張り合いがあるんだね。これ何の、これ盾。とりあえず盾買おう。見ての通り盾だよ。うん、だから何、最近魔物が増えてきてるからさ、持っとくと安心だよ。買いなさい。50ルピーだけど買いなさい。買いなさい。値切らないよ。値切りには応じませんよ。買いなさい。買います。やったぜ。R で構えることができる。やったー。盾の使い方は簡単だよ。R で構えて防御。うん。これだけだよ。魔物と戦うには防御も大切だからね。ありがとう。でも、あんまり無茶するんじゃないよ。おお、見て。これ盾、もうすでに盾持ってるし、R、R、R。ほら、素晴らしい。この中では盾持ってない。おい、じゃあこれ何、これなんだ。それはビリーの実だよ。冒険に出るなら持っとくと安心だよ。なんとたったの一粒で周りの敵をしびれさせる不思議な実。敵がたくさんいるところで使おう。なるほどね。1個買っとくかじゃあ。どっかで使ってみよう。ビリルの実を手に入れた。魔物に囲まれたら使ってみよう。ここに入りました。ピンチになったらじゃあビリルの実使おう。ドロンの実。冒険に出るなら持っとくと安心だよ。ダンジョンの入り口まで移動できる不思議な実。冒険には不可欠なものだ。50ルピーだけどさ、買うかい。じゃあ買っとこうか。ドロンの実も買いました。ダンジョンで迷ったら使ってみよう。おお。よし、揃ってきたぜ。盾も手に入ったし、瓶も手に入ったし。ということでですね、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。まだ村をとりあえず全部見て。お前誰だ？怪しげな男。なんだなんだよ。ジョニー見ないわ。怪しいな。なんだよ。ジョニー見ないよ。怪しいな。あからさまに怪しいな。これでかかりこ村、お、洞窟あるぞ。ちょっと待って、とりあえずどうしようかな。瓶もらったから蜂の巣おじさんに、蜂おじさんにね、あのちょっとおかしい蜂おじさんに会いに行きたいのよ。もう家も蜂になっちゃってもらう。はい、いた。さっきの地震のせいで蜂さんが荒れてる分、おじさんもちょっと怖かった。ちょ、瓶持ってきたから。蜂さんを集めてきてもらいたいぷん。その瓶に入れて持ってきたらいいぷん。ぷん。あれ、瀬戸康史網持ってないぷん。そういうことだったのね。瓶の中に蜂を入れるとまあいいぷん。おじさんのを使うぷん。やった。両手で握るとワクワクするぞ。虫取り網を手に入れた。蜂さんたちに囲まれて老後を送るのがおじさんの夢だぷん。幸せなおじさんだな。だからその虫取り網で蜂さんを集めてきてほしいぷんぷん。うん、わかった。もちろんお礼はするぷん。幸せそうなおじさんだな。じゃあちょっと装備してみようか。虫取り網を、X でじゃあセットしようかな。弓矢は使いたいからさ。蜂ってどこにいるんだろうな。X で使ってみよう。おー、あ、振り回すんだ、こうやって。いいね。はいはいはい。さっきね、村のとこ外出た時に蜂飛んできたからさ、蜂がいたら捕まえます。ではここの洞窟に入ってみましょう。かかりこ村結構広いな。はい、やってまいりました。宝箱ありましたね。20ルピーを手に入れた。お財布に潤いをプラス。壁画になってみましょう。あ、こういけねえんだ。上にね、ハートの器がある。ちょっと待ってよ、上のあれから落ちるんだよな多分。あ、ここね。はいはいはい、あったわ。うん、あ、これね、なんとかグローブがないとね、持ち上げられないですよ、ほら。ダメだ。で、かかりこ村はこれで終わりかな。あと、ここね、ここはなんとかじいさん、サハスラーラさんの家でしょ。あ、あ、これは、これでいける系ですね。100ルピー手に入れたぜ。わあ。壁画システムいいな。面白いな。はい。で、ここがサハスラーラさんの家でしょ。サハスラーラばあさんか、これ。お手伝いさん。そういえばアズール様の姿が見えませんね。あいつ絵になったんだ。ここだけの話、アズファル様の姫様へのお熱のあげっぷりといったら昔はバーにべったりでしたのに。まあな、おばあちゃんそういうよな。あら、おしゃべりが過ぎましたかね。おばあちゃんちょっと笑いすぎちゃった。そんなおばあちゃんじゃないはず。はい、長老。おお、瀬戸康史、どうじゃ。紋章は手に入ったのか。そうか、まだか。お前は村をうろついてばっかりで何もしてなかったわけか。じゃが姫様に見込まれたお前ならきっとできると信じている。だから頑張れ。すべてはお主の手にかかっておるのじゃ。頼んだぞ瀬戸康史。サボるんじゃないぞ。ギリギリお姉さんとかに声をかけるんじゃないぞ。わかりました。すいません。でもな、このバッテン印のところな、次の紋章を取りに行くにはちょっとまだ時間かかるな。村の中まだ探索してねえんだもん。お前誰だ。あ、こいつグリ男の子ね。え、森にいる変な占い師って知ってる？時々メガネをかけてるんだけど、誰もいないのに一人で喋ってるんだ。何か見えてるのかな。誰それ？メガネかけて占い師なんか見たことない。じゃあこれで僕はこのカカリコ村を全て探索したということでいいですかね。ちょっと待ってね。じゃあちょっとこの辺を探索してみよう。上とか。あ、ここはいけないね。これも巨大な石だから持ち上げられません。じゃあこっち。もう行けるとこ限られてると思うね。ほら、ここも行けないでしょ。ここもまだ進めません。こいつ何なんだろうね。怪しげな男。で、蜂を捕まえてこいって言われてるのと、グリがいない。ってことぐらいかな。で、魔法の薬はもう瓶があるから作ってもらえると。こっち行くとないよね。あ、ここは畑のお姉さんね。で、ここが南の森でしょ。で、ここがギリギリお姉さん。ちょっともう一回に行こうか。ギリギリお姉さん。あー、まあ、ギリギリ。じゃあ俺が行けるところはもう限られてるわけだな。あとはこの森でしょ。ここが南の森でしょ。ここにはグリがいなかったんだね。ポーチだけを残して去っていったんだ。魔物の木ももらった。敵もくれるんだ。あ、ここもいけないね。岩がある。もうこいつ嫌い。こいつだって倒せないんだもん、なかなか。ここもいけないんだ。うわ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 、この野郎。俺のうちだ。リンゴの木が生えてるって言ってたな、そういえば。ほら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 。お、倒した。リンゴの木なんか生えてねえじゃん。おお、リンゴの木生えてた。あれ、おっちゃんが言ってたやつだね。すれ違いの木。ああ。え、もう俺すれ違ったの？違うよな。あ、これダッシュしてぶつかるんじゃないの？なんかいろいろ探検してみよう。で、ここがお城ね。なるほど。じゃあ結局俺が行かなきゃいけないのはどこだ？こいつ強い。こいつ強いよ。これ自分家だ。自分家戻ろう。俺ん家なかなかどうなってんの？俺ん家どうなってんの？あ、こいつか。おかえりゆいちゃくん。くそー。このネズミみたいな飛んでくるやつが嫌なんだよ。こいつが装備奪いに来るから。どうしたんです？こういうことがあったんだ。僕の腕輪にそんな力が？いや、絵になる男ですね、勇者くん。惚れちゃいそうです。僕もユガとかいう怪人にその能力もらっちゃうかな。こいつ怪しげだな。実はなんか悪いやつなんじゃないの？いや、冷静になれ、ラビオ。なんだよ。元に戻れなかったらただの落書きだぜ。薄暗い神殿に一人ぼっちだぜ。そんなのやだー。やっぱりこういった危ないことはゆうちゃくんに甘く出ちまう。なんなんだよ、一人でさ演じやがって。まあ一人で演じてんの俺なんだけどね、うん、一人で家でこんな声張り上げて収録してるやつ気持ち悪いぜ。かなりセーブしとこうか。では情報を整理するとですね、まあ、カカリコ村は探索しました。で、グリはまだ見つかってない。で、ちょっと、俺が情報整理してるところに見張りに来てるやつがいるの。ちょっと。グリは見つかってない。カカリコ村は大体行きました。盾も手に入ったし、瓶もあります。で、東の神殿も OK。じゃあ、あとはこのバツのところに行ってみるってことですよね。では、行ってみましょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。